お。月乃ちゃん。八神さん。いやいや。ありがとうございます。月乃ちゃん。八神さん。ありがとうございます。はい。月乃ちゃん。八神さん。ありがとうございます。月乃ちゃん。ありがとうございます。
もう記憶はすっかり戻った？はい、その説はご迷惑を。それにしても記憶を失っちゃうなんてね、変態たちのことがよっぽどトラウマだったってことか。そうですね、特にあのシャイアンな人が。ああ、あれか、よっぽどショックだったんだね。あれはまさにでっかい。ああごめん、嫌なことを思い出させちゃって。何かありました？横浜に移ってからは忙しかったの？そうですね、すごく忙しいです。家に帰るのが12時過ぎたり。マジで？そんなに忙しいの？最近は残業の規制が厳しくて帰れって言われるんですけど、デザイン業務ってこだわり出すと時間が足りなくなっちゃうんです。こだわりか。じゃあ忙しくても結構楽しめてるのかな？そうですね、基本的には。よかったよ、元気そうで。なんか全然連絡できなくてすみません。いや、仕事じゃ仕方ないさ。ありがとうございます。おう。はい。月乃ちゃん。あの。あ？
月乃ちゃん。行きます？そういえば陽介くんは最近何やってるの？兄は何やってるかよくわからないです。電子マネーとか投資とかでかなり稼いでるみたいですけど、最近は会社を作るとか言ってていろいろやってるみたいで。陽介くん、お金を稼ぐ才能はありそうだったからな。はい、ただ結構危ない橋も渡ってるみたいで、両親はいつか兄が捕まるんじゃないかって心配してました。もしそうなったら八神さん弁護してくださいね。そうならないことを願ってるよ。それって？はい、大事に使わせてもらっています。お守り代わりなんです。え？八神さんのように勇気や強さが持てるようにって。月乃ちゃん。え？それはもちろんですよ。しましたか？いや。はい、ブラックで。仕事で忙しくなってから残業明けに眠気覚ましで飲むようになって、最初は苦いだけだったんですけど、最近は美味しさが分かるようになってきました。それが大人の定義ですか？要するに。なるほど、わかる気がします。辛い仕事も慣れてくると楽しさが見えてきますから。つまり？そう言われるとなんだか味わい深いですね。それは。はい、小さいパソコンですけど、簡単な仕事ならこれでもできるんです。へえ。はい、大体はイラストの編集とかするときはさすがに心もとないですけど。いいですけど結構高いですよ。ん？ものによりますけど、安くて20万円、50万円以上かかることも。え？はい、うちが特別高いってわけじゃないんで、そのくらいの相場だと思います。その時は私が先生してあげます。それって？はい、うち私服通勤なんで。おう。
ですか？ありがとうございます。大事な仕事があるときはこれ着てるんです。なんか気合が入るんで。へそうかもしれません。月乃ちゃん、それって。はい。へえ。お願いします。わかった。はい。お、すごい。お、部活の面倒を見られてるんですね。もともとはミス研の顧問だけだったんだけどね、そこの部長の依頼でいろんな部活の面倒を見ることになったんだ。ミステリー研究会の部長さんの依頼で？ああ、ミス研だから潜入調査というか。なんだか複雑な事情がありそうですね。ああ、そうなんだ。暴走族にも潜入させられているよ。に相変わらずエキサイティングな人生を送られていますね。おかげさまでね。みんな。え？ああ。
月乃ちゃん。いえ。ん？え？はい。本当に羨ましいし、素晴らしいと思います。え？おう。
月菜ちゃん。はい。この後のことを考えたら緊張しちゃって。実はさ。そうなんですか？おう。してくれたんですね。月菜ちゃん。はい、わかりました。八神さん、これは。おう。八神さん、そんな気を使ってくれるなんてありがとうございます。リラックスできた気がします。ところで、うちの学校はなかったですね。ここは売店があるんですね。羨ましいな。なあ。おとなしかったですね。本読んだり絵を描いたりするのが好きで。なるほど。美術部でした。へえ。部活に入るまでは趣味で描いてたんですけど、部活では本格的な技術とか教えてもらいましたね。すごいじゃん。そういえばそうですね。でも八神さんのおかげです。数年前、八神さんが私の背中を押してくれたんですから。いやいや。そう言われるとプレッシャー感じますが、頑張ります。おう。ん？はい。つまり。はい。夢と希望を抱いて学校に来てほしいから。え？お願いします。わかった。そういえばさ、月乃ちゃん、さっきリードデザイナーって名乗ってたよね。それってリーダー的な立場ってこと？いえいえ、そんな大層なものでは。ただ今回のお仕事ではそれなりに責任を任されてます。一応ディレクターみたいな立場で。おお、それはすごいな。実力を認められてるんだね。八神さんにそう言ってもらえると嬉しいです。はい。
とうございます。月乃ちゃん。はい。おう、ところで。いえ。ん？八神さんに見てもらいたかったからです。え？その私がもう一人前だってところを。はい。おう。部の子たちみんな元気で可愛い子ばかりでしたね。ああ、そうかもね。八神さんかっこいいし優しいし、生徒さんが好きになっちゃいそう。いや、さすがにそれはないでしょう。俺とじゃ年が離れすぎてるし。いえいえ、あの年頃の女の子は大人の男の人に憧れるもんです。絶対八神さんのこと好きな子いますって。そうかな。気をつけてくださいね、条例とかありますから。いやいや、何を心配してるんだよ。おう。はい。はい、あの。ん？はい。Thank you.
はい。ヤガミさん。ああ。わかった。月乃ちゃん。ヤガミさん。はい。はい。月乃ちゃん。だが、はい。ああ。ヤガミさんと会わなくなったあの日、私はリベンジを誓いました。仕事で頑張って自分を磨いて自信をつけて、あなたと並んでも恥ずかしくない一人前の女性になろうって。今思えば身勝手で幼稚な判断だったと思います。だけど会わなくなってから気づきました。いかに私が八神さんのことは好きだったのか。八神さんと会えない日々は苦しくて、自分の決断を何度も何度も後悔しました。時計の針を戻せたらってどんなに思ったことか。だからその、もし私のことを許してもらえるなら、今度こそ私とお付き合いしていただけませんか。一人の女性として八神さんの隣にいさせてください。月乃ちゃん。八神さん。